こんにちは、ダブリンニュースクールエミーです。私は現在アイルランドダブリンで生活していて、このチャンネルではアイリッシュのレコードまたカルチャーについて発信しています。今日もですね、私のおすすめのアイリッシュレコードをご紹介したいと思います。今回はこちら、コジャクのニューアルバムタウンデッドです。コジャクはですね、私のチャンネルでも最初の方にご紹介したんですけれども、アイリッシュのヒップホップアーティストさんです。この作品は先月6月25日に発売されたもので、もう私すごい楽しみにしていたので、フラゲでね、前日にオールシティで購入していたんですけれども、恥ずかしながら未だにレコードプレイヤーが家になくて聞けてないんですよ。なもんでいつも Spotify で聞いているんですけれども、せっかくこのチャンネルでご紹介するから、今日はね、この開封も同時にしていこうかなと思います。まだね、実は私も開けてないんですよ、シールドのまま。せっかくなんで開けようと思います。よし、どんな感じなんでしょうか。開けた、じゃじゃーん。お、あ、こんな感じ、なんかすごい映画のパンフレットみたいなの。すごいかっこいい。今回は歌詞も全部書いてあるんだ。すごいですね。制作風景とか。こんな感じ。コジャクはね、ピアノも弾くし、トランペットも吹くんですよね。すごいかっこいい。こんな感じ、おしゃれですね。そして 2LP になってます。あ、カラーバイナルかと思ったけど、普通に黒の。こんな感じですね。ね、プレイヤーが来たら回してみようと思います。で、今作なんですけれども、メジャー第1弾ということで、ファーストアルバムと評されているんですけれども、コジャク自身、インディーズ時代は3枚のアナログを発売しています。これが、1枚目で、こちらがオールシティのコンピレーションアルバムで1曲だけコジャクとキンカバナで参加している作品です。で、これがセカンドになるんですけれども、個人的にはやっぱりこの一番最初のアルバム、めちゃくちゃ食らってしまったんですけれども、どちらかというと今作はかなりこうナードというか、もうある一定層に向けた作品であると思うし、コジャクのファンしっかりこうマイナーな目線でこう本当に自分の好きなことだけを作ってるっていう一枚です。なので結構こう聞きやすいと言ったら嘘にはなってしまいますけれども、ヒップホップ好きな方とかにはがっつり心つかまれる作品なんじゃないかなと思います。特にこの7曲目のエビクションノーティスっていう曲は彼の代表曲にもなっていて、本当この曲を聴くだけのためでもこの1枚があるんじゃないかなっていうぐらい素晴らしい曲だし、個人的にはエビクションノーティスいつかこう7インチでシングルカットしてくれないかなって思うんですけれども、あんまりね、アイルランドダブリンのシンプルレコードとかって7インチでの販売とかはないようなので、ちょっとその夢は叶わないかなって感じなんですけど、いつか日本に進出したらね、どこかのレーベルでやってくれないかなと期待しております。で、最新作について掘り下げていくんですけれども、今作はその今までインディーズでやってきたことをもちろんベースにしっかり捉えた作品にはなっていますが、コジャクのやりたいことだけではなくって、どういう風にしたら大衆に受けるのかなみたいなところはすごく強く感じる一作になっています。この表題曲でもあるタウンズデッドっていう曲、一番、やっぱりすごいかっこいいんですけれども、このジャケットにもなってるように PV もこのままの、映像で作られています。コジャク自身、もともと映像制作だったり自身で映画なども作られていて、実際こう全ての PV にいつもコジャクが制作としても加担しているんですけれども、本当にすごくかっこよくって、メインカルチャーに今も完全にいる方だと思うし、こう自分のやりたいことっていうのはきちんとあって、だけど今まで
自分で聞いてきた音だったり、こういう憧れみたいなのがうまく解釈して自分の中で紹介して、それを新しい作品に落とし入れてる、まさにこう2021年のニュースクールのヒップホップってこれだよねみたいなのが感じられる作品になってます。本当捨て曲なくてどれも素晴らしいんですけれども、本当に全てに共通するように新しさみたいなものも感じるし、コジャクのファンからしたらやっぱりコジャクの音ってこういうのがベースにあるよな、これってコジャクの歌じゃないって、こうこの曲を知らずとも一発でわかるようなテイストになってると思います。で、正直なところ私はコジャクをなんかヒップホップのアーティストですよってあんまり紹介はしたくなくて、どちらかっていうともうコジャクってアイリッシュのミュージックっていうジャンルにいるんじゃないかなと思うんですよ。というのも、まあよく言われますけれども、アイルランドの英語って聞き取りにくいなんて言われたりするんですけども、なんかそれってまあ発音っていうことではなくて、表現だったり、例えばこんにちはっていうことに対して、一般的な英語だと How are you? とか What's up? みたいなことを言うかと思います。で、ここダブリンでは What's the like? っていうのが How are you? に変わる挨拶なんですよ。ちょっと今一つ簡単な例を言いましたけれども、この他にもたくさんちょっと他の国とは違う英語の使い方っていうのがあって、いわゆるスラングっていうのが日常会話の中でたくさんたくさん取り込まれています。なので一般的な教科書で習うような英語っていうのを使わないんですよね。そういうのはリリックにも落とし込まれているし、コジャク自身の歌詞の書き方としてもとてもこうポエトリーだし、言葉のセンスだったりチョイスみたいなものがラップからも伝わります。もはや本当にそういうヒップホップっていうくくりだけで収まらず、アイルランドの音楽ってこういうことよっていう、毎回このチャンネル内でも伝えてますけども、ケルトミュージックだけが全てではないっていうところに、この現行音楽の面白さはあるんじゃないかなと思います。現在、まあ、コジャクしっかりソフトボイレコーズのクルーの方たちは UK に移住されているそうで、今イギリスで制作活動などを行っているそうです。で、この間インスタライブ配信していたんですけれども、なんとね、コジャクさん数週間前にコロナかかってしまったらしいんですよ。で、このアルバムのリリースツアーとかも一部キャンセルしていたそうで、ちょっとねファンの方たちからも大丈夫ですかっていうコメントで溢れていたんですけれども、ご本人曰くもう、コロナも治って体調は大丈夫っていうことを言われてました。で、アイルランドでは11月にツアーがあるんですけれども、残念ながらねダブリンの会場はソールドアウトとなってしまってるので、知らない方にぜひね皆さん行ってくださいってことは言えないんですけれども、ぜひぜひ楽曲だけでもチェックしてみてください。もちろんレコードも聴いてほしいですけれども、 Spotify でも簡単に聴けます。ということで、今回はコジャクをご紹介しました。私もコジャク好きだよとか、このアルバム聴いてみたよって方いましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。また私のこのチャンネルでもどんどんアイリッシュのアングラなミュージックをお伝えしていくので、気になる方いましたらチェックよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。